はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はパワーレンジャーワイルドフォースからのレッドゾードモーフィンパワーレンジャー、はい、海外版のねガオレンジャー、こちらの変形フィギュアです。はい、メーカーはバンダイ。これね、出た当時に買ってからがもう何年だろうね、もうずっとね、倉庫に画びょうで壁に貼って飾ったままだったんですけど、はい、スーパー戦隊バトル見てね、ガオレット出てきたから、もうこれ今でしょみたいな、そんな感じです。なのでもうね、一応拭いたんだけど、もうホコリがね、すんごいパッケージ積もっててね、固まってて、まあバキバキのパッケージなんですけどね、ついに開封します。はい、レッドゾードモーフィンパワーレンジャーで、メーカーバンダイで、でこれね、いろいろ種類あるんだよね。もう色あせちゃってんだけど、でこれがレッドで、ブラック、ブルーので、シルバー、まあそれぞれのね、ガオアニマルに変形する、まあ、海外のオリジナルギミックだよね。結構ね、海外バンダイのやつって、うん、こういったねオリジナルギミックあるんで、好きなんですけど、でロボの方はね、そんなにね魅力を感じるものではない。まあ変形といったら、まあこの4種類かな。はい、そんなわけでね、見ていきましょうか。はい、インナーがねこちらです。まあさすがにね、もう15年以上ずっと飾りっぱだったんだよね。かなり変色してます。でもさすがにね、中身は無傷。おお、マッチョなガオレット、まあ、さすがにね、変形ギミックだけあってでかい、すごいでかい。で武器で、これがまあ、見るからにライオンの頭部になるのかな。でこちらの武器は下から持たせる形で、このパーツなんだけど、頭かなと思いきや頭はね後ろにあったんだよね。でこれはね腕につけるんだけど、ここね2箇所突起があるんだけど、そう、ここのね穴に合わせるのかと思いきやね、これ合わないんだよね。でまあ、取説見る限りはね、ここそのままかぶせるだけでいいみたい。はい、それではね、可動を見ていきましょう。まずはね、頭部回転で、このねマスクのゴーグルの周り、白く縁取りされてるんだけど、これもっとね発売時はね白だった気がするんだよね。まあ経年劣化とともに色が褪せてきて、今ピンクっぽくなってるんだけど、まあ、そんなところで、あとね回転とは別にこの動き、これは変形で使います。で腕なんだけど、こういう左右は動かなくて回転だけ、ただねぐるっと回転はね、このブースターに当たっちゃうんでできません。で反対側も同じで、胸周り、一応これ担保印刷なのかな。でこのライン、なんかすごい、ちょっと一応なんかねちゃんとやってるんだろうけど、なんか手書きっぽいような感じ、なんか感覚が均等じゃないよね。で腰の回転はなしで、足もねこの左右はなしで、可動部位は前で後ろで膝でね、これここら辺はね変形で使う軸です。で縦軸なし、足首は固定。このなんかアーマーをね装着したような、このムッキムキの海外ならではだよね、これ意外とかっこいい。であとはね手首、でね、後ろ見ると、はい、ここ耳が2個あるよね。でちょうどね後ろ見るとガオライオンのね頭部があるんで、これをねそのまま引っ張り出す。でこれをかぶせても OK、 これもこれで意外とあり。はい、ではね変形させていきましょう。まずはね武器、これをね取り外します。でこれも取る。
で先ほどのねこの首の付け根前に向ける、そしてガオライオンの頭部を上に、ここではなくてここで、このパーツね、たてがみっぽいってさっき言ったんだけど、これね違いました。これねガオライオンの下でした。でこれがね下顎、まさかこうなるとは。でお次は拳の横のこの黒を、これがガオライオンの前足で、前足なんだけどここ左右に引っ張って、そうここね赤い突起があるんで、これをねちょうどここ合わせる形で止める。意外とまとまるな。で続いて特徴的なブースターを上に、はい。続いて足の変形なんだけど、これがね意外と面白くて、まずこれを引き出す。でこの膝からここで回転させて、今度はねここカチッというまで、反対はちょっとね別アングルからいきましょう。外して回転でここで止める。でねこのパーツは結構ねパカパカ動いて取れやすいんだよね。まあ、あの破損防止なのか仕様なのか分かんないんだけど、まあ、結構ポロッと取れるんだけど、まあ、簡単にくっつく、そんなパーツです。で下に向け、でこの武器は尻尾になるんですけど、まあ、取り付ける場所はここ、ここにねちょうど引っ掛ける形、掛けてそのまま後ろに引っ張ってここで止める。これが尻尾の先端なんだね。はい、これでガオライオンの完成です。はい、ガオライオンに変形したんだけど、これね今まで遊ばなかったのがちょっともったいないぐらいで、特にこの足回りの変形がねすごい面白かった、うん、ずっと飾ったままだったからね。いやこうなるとちょっとね他のやつもチェックしてみたい気がする。なんかあんまりね変形遊びもなんか単調な変形であんまりね面白くなさそうなっていう先入観はあったんだけど、実際開けてなんかいじってみると意外と面白い。特にこの足がはまるね、これを外して回転させる、いやこれがね面白い。外して回転させる、で閉じる。なんかこんだけなんだけど、これこのギミックがねすごい面白い。で丸みを帯びたこのライオンのお腹からこの下顎にかけて、まあ、ここだけ取り外してよく武器にって考えたなと思って、これもちょっとすごいなと思った。で両方で挟んでブロックを外してこれを取り外す、まあ、ちょうどねこれ口閉じっぱなしっていうのがまたポイントかな。でここを外す、ライオンの頭部、で止める。うん、これもねよくありがちな、これがそのままあの人型の時の、ね、黒だったり武器パーツだったりっていう見立ててるのが結構あるんだけど、これをあえてこうしてここを武器として見立てるのがすごいなと。はい、てなわけでガオレット。はい、そんなわけでね今回の動画は海外版ガオレンジャーパワーレンジャーのワイルドホースからのガオレットでした。まあ、ちょうどねスーパー戦隊バトルね第2回目でガオレット出てきましたよね。
で、かける先生がね、もうめっちゃ貫禄ね、増してて、かっこよさも何倍もね、増してたよね。まあ、やる気満々だぜって。はい、今2019年ですよ。2019年でね、あのジャケット着てガオレット出てきたっていうのがね、やっぱり熱いね。でね、やっぱりその、まあ、視聴者の、ね、皆さんも、まあ、年代にもよるんだろうけどね、まあ、リアルでガオレンジャー関わってた世代もね、いらっしゃるだろうし、ね、そうでない方もね、ガオレンジャーはね、いいよ。いいよって何がいいよって、もうほんとね、魅力を上げたらまたキリがないんだけど、まあ、パワーアニマルのね、まあ、ロボでいう合体システム、まあ、乾燥合体だったり、まあ、登場キャラクターで、ローキからのシルバー、あとね、魅力的なのがやっぱり敵組織のね、オルグ、うん、ハイネスデューク、あれがね、ちょっと変わっていくんだけど、ボスキャラが変わっていくんだけども、またこれもね、あと後半につながる伏線というか、なんというか面白いです。で、ちなみにね、この武器、この左右変えても取り付けは可能です。うん、やっぱりこの海外オリジナルのね、ギミックっていうのは面白い。で、このね、ちょっと前っていうか、もうかなり前からなんだけど、デカレットのね、バトライズずっと探しててね、まあ、あの海外サイトとかちょびちょび見てんだけどね、ないよね。まあ、本当欲しいと思った時が買い時なんだけどね、まあ、そちらも気長に探してみます、ね。ガオレンジャーもね、やっぱ見たいね、最初から。まあ、ガオレンもね、本当に見出すとね、まあ、戦隊全部そうなんだけどね。うん、で、結構ね、あのやるやる言ってて、未だにね、やってない神様とか、普通に横にいるんですよ。そう、この人なんかもね、そうだし、あと、ガオレンジャーはナイトとキングしかやってないのか。なので、うん、残りのパワーアニマルたちもね、すべて、まあ、動画やりたいなっていうのは思いつつね、時間が経っちゃったんで、そろそろやろうかなと思っております。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となります。あ、ちなみにね、トリセツ、こんな感じ。うん。すごく簡素な感じ。まあ、一応腕周りはアームユニットって書いてあるね。で、変形方法、まあ、なんかのきっかけでこれをね、裸で入手した方のために取説だけ一応残しておきます。で、裏は白紙、うん、これいつなんだろうね、出たの。ワイルドホースっていつ放映されたんだ。そう、パワレンはね、名前は知ってるけど、作品自体はもう全くと言っていいほど見てないんで、うん、変形玩具っていう視点で、はい、やりました。はい、そんなわけでね、以上、ドイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。